南富山駅は富山県富山市大町にある富山地方鉄道の駅。隣接して富山機動線の車庫である南富山車両区や富山地鉄の運転研修センターなどが設置されている。本校では富山機動線の駅である南富山駅前、停留場についても記述する。駅番号は南富山駅は T61、南富山駅前電停は C01 である。 駅員配置駅で駅舎1階の一部と2階に南富山運転区3階に運転研修センターが入居している。また屋上には踏切警報器が設置されている。富士越線、上滝線は島式ホーム1面2線の地上駅。富士越線の終着駅、上滝線の起点駅であるが、両線で全列車が相互直通運転を行っている。 富山機動線は相対式ホーム2面2線の地上駅で乗車専用ホーム部分は単線。乗車ホーム手前の複線部分に単車3両分が停車可能な校車専用ホームを設けている。乗車専用ホーム終端から南富山車両区までさらに線路が続いている。この線路は駅舎と富士越線、上田汽線ホームの間の利用者用通路を横切っており、 ここの構内踏切は通路側だけでなく線路側にも遮断機が設けられた珍しい構造になっている。富山機動線の車両が所属し日常検査を行う。1967年に千歳町車庫が現在地近くに移転して開設されたもので移転、開設当初は堀川車庫と称した。その後、1980年代に入り、 富山市の都市計画に支障するため1985年3月に現在の場所に新築移転したものである。1985年の移転以前は工場機能も有していたが、この移転時に規模が縮小されて、建車専門となり、工場機能は鉄道線の稲荷町車両基地に統合された。なお、富山地方鉄道発足当時、富山機動線の車庫は、 現在の地鉄ビル前停留場の近くにあり、桜町車庫と称していた。この車庫が1951年に移転して、千歳町車庫となった。さらに1967年に再度移転して、堀川車庫となり、1985年には、南富山車両区となった。現在の正式名称は、稲荷町テクニカルセンター南富山車庫である。富山県統計年間及び、 富山市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は618人で、ある。近年の1日平均乗降人員と乗車人員推移は以下の通りである。ありがとうございます。